上海西駅は中華人民共和国上海市府田区にある中国鉄路走行師の駅。本校では近接する上海軌道交通の上海西駅駅についても記述する。旧駅舎清光33年9月に新入駅として開業した。1989年1月に現在の上海西駅に改称された。上海駅の西 5km に位置しており、 かつては長距離旅客列車の始発駅として、上海駅の副次的なターミナルとして機能していたが、空調設備がないなど、接客設備が貧弱であった。また、南京方面に向かう列車と甲州に向かう列車が、作装するなど過密ダイヤの問題があった。そのため2006年7月1日に、新たなターミナル駅として、上海南駅が開業すると、旅客扱いは停止された。 その後駅舎は改築され、2010年7月1日に南京駅からのコネイト士官鉄道が上海駅まで開通すると同時に上海西駅も旅客扱いを再開した。現在は列車番号が G から始まる高速列車だけが上下、合わせて12本のみ停車する。なお、現在上海地下鉄のターミナル駅として整備中であり、まず11号線が開業した。 今後15号線、16号線及び17号線が上海西駅に乗り入れる計画である。鉄道駅と地下鉄駅は将来は地下道で結ばれる予定である。プラットホーム待合室短式ホーム1面、島式ホーム2面、5線の地上駅。ホームはドーム状の屋根で覆われている。島式ホーム1面2線の地下駅。ホームドアは開業時から設置。 ありがとうございます。